皆さんこんにちは。口から生まれた占い師、新宿五丁目兄貴金田ロッキーです。さて、歌手の鬼塚千尋さんがですね、なんかパチンコ屋で友達が倒れて救急車呼んで、救急車が来てそれを蹴飛ばした、なんか供述によると、誰かがに罵倒された、それで気が動転して救急車を蹴ってもたとか言って、どこの部分をどうしたのか、へこましたのか、バンパー取れるぐらい蹴ったのか、まあタイヤぐらいやったらね傷つかへんのですけれどもね、タイヤにまあ傷というか、もうあの足の肩でもキックの肩でもつけたらもうね器物破損になりますからね。うん、現行犯で逮捕された。はい、まあ過去にもちょっとねよくわかんないこと、いろいろありましたけれども、まあね、やっぱり気持ちがちょっと動転して、うわーなってまうようなタイプなんやとは思うんですけれども、手相一回見てみたいですけれどもね。はい、だからね、あのね、なんかやっぱり一箇所突出しとう人ってどっかがやっぱりな、あの変わった部分あるというか、なんというか、多分そういうアーティストタイプというかね、結構そういう方はおられたじゃないですか。今生きてらっしゃる方でもね、あんまり名前は言いませんけれども、はい、亡くなった方でもね、いろいろおられますけれども、役者さんでも、歌手の方でも、はい、多分まあまあそういうタイプやと思うんですけれども、はい、鬼塚千尋さん、はい、このタロットカードでですね、これ有罪になるのか不起訴になるのか、まあ逮捕拘束されて、まあまあまあ、示談というか、お金払ってすいませんでした。うん。で、相手がやっぱり公共の、ね、あの、機関というか、そうなってしまいますので、個人間やったらね、あれ金出してなん、すんませんでしたで、不起訴になりましたで済むねんけど、これどうなってしまうんでしょうね。はい、タロットで占ってみたいと思います。はい、全て出揃いました。解説していきます。まあ今起こっていることが凝縮して出るのが、まあ近い過去、今近い未来ぐらいで大体出るんですけれども、これもあの1枚ずつ紐解いていくと、なんかこう踏み出せないことがあって、それでもまあ太陽さんさんで頑張ってた、やっぱりちょっとなんか踏み出せない、外に羽ばたけない系が2つ出てんのよな。だからなんやろな、まあ楽しい部分もあんねんけれども、ちょっと自分本位じゃない状況に置かれていたのか、楽しいことはあんねんけれども、ちょっと自分本位じゃない状況に置かれていたのか、まあ本人は努力してる。で、復活する、ただ希望見えない、部分、悪い部分ある。これ事件のことなの、ちょっと事件は事件で、ちょっともう一回事件ってその事案に対して、集中して占ってみたいと思いますけど、ちょっと流れ的にこの事件も含めて、こっから先がこの事件も含めた先なんかもわからんねんけれども、まあ復活をする、また歌手で復活はする、それかこのゴタゴタから、逮捕されたゴタゴタから復活する。ただなんかやっぱりちょっと自分の置かれてる状況が気に入らんかったって、まあ悪魔と天使が囁いてるわけでも、悪魔はもう暴れしちゃいどうでもいいよ、天使はやっぱり自分、あのやっぱり周りとの調和を心がけて、うきゃ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 ってならないようにしながら頑張んなきゃいけないよって言うてるんですよ。だからやっぱり彼女はこう葛藤状態に置かれる。まあ自分の好きなことはできるんかもわからん、例えば歌ってどうのこうのはできるのかもわからんけれども、なんかやっぱりギャーなってまうのか、周りとの調和が大変なのか、波長合わせるのがね大変なのか、そういう状況になるのか、ちょっとまあ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 なんとかやってはいけるんやろうけれども、なんかな、
微妙やな。だから同じような出方してんの復活すんねん。過去もそうやってんけど、楽しい部分はあんねんけれども、なんかやっていけないんで、自分の心とね、現実と戦ってる部分はあんのかな。努力はしてんねん、うん。だから今回の事件もやっぱりそうなんやろな。突然どうしようもなくなるんかもわからへん。こうなんか多重人格というか、そういう部分がやっぱあったりすんのかな。うん、ちょっとこれ、その事件のことよりも彼女の今の置かれている状況、うん、まあだから歌ちょっとやりたい部分はやんねんけれども、やっぱりちょっとね、自分本位じゃないこともやらされたりとか、うん、それに対して葛藤があったり、歌は歌えてんねんけれども、やっぱり自分自身戒めなあかん部分、戒めなあかんねんけれども、どうしようもできへん部分、そんなんがあったりするのかな。じゃあちょっとこの事件に関して占ってみます。はい、鬼塚千尋の救急車、あれ、蹴った襲撃の劇って、何、襲撃事件っていうの、はい、救急車襲撃事件、はい、結果出ました。これがまあなんか過去というか今起こってること、まあ自分も甘い立ち切らなあかん、太陽さんさんじゃない、前に踏み出せない。これね、こう出てるよりこう出てる方が忍者のカードってちょっと いい方に動き出すみたいな意味になるんですよ。で、努力する、まあ弁護士とかも使うて、自分も反省して、ただね、法律ごとこれこう出てたらこの人不起訴なるやねんけど、これこう出てた法律ごと契約、就職、転職、離婚も離婚したいですで、これ出たら OK、 訴訟勝てますか、こう出て正位置で出てた OK なんですけども、もろ逆出てますからね。だから不起訴にはならんかな。で、月の暗いカード、そのおかげでちょっと自分自身にも影響を及ぼす、せやからまあ不起訴にはならんでも、なんかあれなんかな、いろいろ罰金、弁償罰金、うん、そんなんはなるんかな。だからこれ相手がね、一般人やったら話し合いで、まあこれでなんとかこの金額でこと納めてくださいって弁護士が言いに行って、もう分かりました、今回だけ多めに見まひょーって、それで済んだりすんねんけどね、相手も公共機関ですからね、もう法律し、もうこれだって完全にね、器物破損罪になりますからね。だからそういう意味でやっぱり、なんかそんなすごい罪にはならへんのかもしれへんけど、不起訴にはならんのかな。どうなんやろな、このぐらいの器物破損って。ね、あのプロレスの中で前田明が長州力の顔面蹴ったとかね、そんなありましたし、ありましたけどね、そんなんでごちゃごちゃ言うとったら、プロレスで顔面蹴ったらダメじゃないですか。長州力がサソリ固めかけてるところ、前田明が行って顔面蹴って長州の目が腫れて、それでね、あのちょっと問題になって、前田明は新日本プロレス解雇されたという事件があったんですけどね、うん。で、あと、あ、昔で言うたら、そのあれやな、木村和也くんがタクシー蹴って、タクシーの運転手さんも手出して病院送りにして、それでもう完全にな、ぶち込まれたんやったっけな、確かそうなったもんな、はい。せやから、これもまあ怪我人は出てないですけれども、やっぱりまあ もろ器物破損にはなりますし、相手が公共機関ということで、うん、まあ罰金刑、執行猶予付き判決、
そんなになるんかな、はい、不起訴にはならんと思います。そんな感じでございまして、まあだからちょっとやっぱり気持ち的にな不安定な部分あるんかな、うん、はいはいはい、そういう部分を戒めながら、うん、頑張っていかなあかんかな。まあ音楽的にはやっぱりすごいセンス持ってる人なんやろうけれども、ちょっと大変な部分もあるんやろな。一個奏でてる部分やっぱりちょっと変な部分もある、そういうタイプやと思います。僕の周りにもいっぱいそういうタイプいるんですけどね、私も多分そういうタイプやと思うんですけれどもね、はい、そんな感じでございます。はい、鬼塚千尋さん、まああのね、しっかり反省して、うん、あの罪償わなあかんにやったらやった上で、はい、また音楽活動ね、いいもの持ってらっしゃると思いますので頑張っていただきたいと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。